どうも、最近パジャマのお尻に穴が開いたピオキングです。やめんなよそんな情報。いや、いらないかもしんないけど、一つだけ聞いてくんないかな。そのお尻が破れたパジャマでセブンに行ったんだよね。絶対見られた、絶対僕のパンって見られた。みんなもこうならないようにパジャマのお尻だけは確認しちょってね。ということで今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースピオキングさん、チャンネル登録者5万人おめでとうロール、かっこトロールということで、いや本当ありがとう、やっと5万人に到達することができたんだ。いつの話だよ、やるのは遅いんだよこれ。いやこれ最近見つけてさ、ちょっとやっていこうかなと思ったんだけど、ごめんねその時に見つけれなくって。2021年12月って言ったら約1年ちょい前ぐらいか。その時にね、ぜひやっていけばよかったなって思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.29% で、余談なんだけど、そのお尻が破れたパジャマを履いて今実況してってますね。いや気に入って捨てれないのよこのパジャマが。開幕テレオヤジ、開幕テレオヤジってなんか可愛くない。石親父が照れてるみたいだよね。ここ上行ってよかったんかな。あ、パンが来てるよ。このパンを叩いて、なるほどね、このシーソーで下に行けると。あの四角の枠はなんだ。まあ始めたばっかりだし、一旦叩いてみる。パダー。まあこのコースはね、僕がチャンネル登録者数が5万人の頃に作られたっていうコースだから、そんなにぬるいよ。なんだそんなにぬるいよって。いや5万人の頃の実力よりも今の方が格段に上がってるから、絶対簡単だと思う。そしてここは左と右どっちだ。一応両方ギリギリまで行ってみるか。パウが発動する。え、これどっちもいけんくない。矢印左って書いてるけど、いけんのかな。さあ、わからない、何を考えてるんだこの制作者さんは。これどっかにアイテムとかあるのかな。隠しブロックでさ、そうしないといけんくない。いやトロールコースでそういうのはやめてほしいな。じゃあ一旦右行ってみる。絶対ダメだと思うけど。なんなんだこれは、今まで見たことないよこれ。絶対当たっちゃうやんね。え、どういうこと。え、マジでどうやって作ってんだろうねあれ。キャブナだけか。ワンワンおとなしくしてて、後でチュールあげるから。そしてここは右か左かに隠しブロックがある。そしてこのブラパーを倒すんだろう。真ん中を叩こうか、どっちも出るように。オッケー、賢い賢い、犬より賢いよ僕。そしたらこの矢印の場所に行ったら、あー左側出てきてくれるっていうわけね。そして上の土管に行こうとしたら、ボム兵に邪魔されたけど、このボム兵の意味は何なんですかね。右に行けってこと。いやなんか怪しくない、こっち開くって。ちょっと一旦行ってみる。やべえ、戻れんかもしれんこれ。え、リフト使ったんでしょ。あの隙間入れるかな。僕なら入れるさ。うますぎる。こんなところにうまいあれを持ってきても何の意味もないけどね。そしてここでヒント、あー戻っていいのかな、これ右入れるんじゃない。バネ邪魔してるけど大丈夫かな。あーオッケーオッケー、バネのところの部下入れるんだよね。それはわかんないですわよ。あの矢印のところに行けばずっと上押しっぱでいいのかな。なんかドアがあったよね。あ、入れた入れた。そんで次はあの鍵を取っていいのか。絶対まだだ、絶対隠しブロックなんかあるよ。いや一旦上行ってみる。いやどうしよう、あのさ、鍵の上にブロックがあるじゃん。今噛みそうだったけど、あそこが鍵のような気がするけど、一旦引っかかってやるか。こんなの簡単じゃないかピオキング、お前はもう罠を見切ってたんだ。5万人の頃と10万人の今を見せつけようじゃないか。あ、ここで鍵があんのね。え、じゃあこのブロックは何よ。コインか。くっそ騙された。コイン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 、今しか出ないね。じゃあこのドアに入っていこうか。右下の扉が開いた。絶対ここ右下なんか来ると思ったら、あっつ。いやずっとさ、画面外から急になんか来てたからさ、すぐに避けなきゃと思って左に行ったらね、この罠に引っかかるっていう。いやうまいね、さすがだね。というゴマすりはこの辺でやめていいでしょう。いやこの制作者さ、いつもコメントくれるからさ、ちょっとごますっておこうかなと思いました。このツタンは何、なんであーって言われたの、上に行けないとかそんななのか。ダブルフィー、中間はまだか。じゃあここでオンオフをしてすぐ土管に入ると思いきや、絶対何か出てくるよあの土管。気をつけた方がいい。アイテムかそれとも敵、何も出てこないで。じゃあ普通に入ってっていいのかな。やる意味怪しすぎんだろ。じゃあここで一旦叩いていこうか。パックンね。そしてここでキノコが出てくる。
あの木の、あ、いや待って、木の子取ったとしてもさ、このフラワー取ってこいって書いてるから意味ないんじゃない。一旦この土管入ってってみようか。こっち何かヒントがあるかもしれないと思ったら、うわ、あのクマんとこ行けってこと。うわ、絶対集まらないと思ってた。そして今のハテナブロックを叩けってことね。どうもご視聴ありがとうございました。シャイニングスターツーズレバービャ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 ー。どうも、あたおか系 YouTuber です。じゃあここは左上のクマの方に行っていい？なんか来そうだな、急に。砲台とか上に設置してないよな。何も設置してないのか。設置してるのちょっと期待したよ。で、ここでキノコを取って、え、これ左下戻れんの？え、こっからどうするかだよね。え、ここなんかある？あ、やっぱ隠しブロックあったか。そんでこのキノコを取れっていう感じだと思うのが、いや、取れんやんか。え、これどうすればいいの？え、これやられるだけ？え、どうにかして取れないかな？あ、取れた。取れて左下に戻れってことかな。いや、これすげえ気になんない。左下にも戻れるんだけど、こっち見てみようか。こっちもなんかヒントがもうそれ解いた。ここで砲台壊すからの、ここでどうやって取ったっけ。しゃがんで取った。しゃがんだらこのブロックの中にあるアイテムって取れるんだね。あのスネークブロックだけなんかな。じゃあこの状態であのフラワー取れっていう感じか。ここでフラワー出るんでしょ。すぐ右に行く。そしてフラワーゲットからの氷を溶かしていく。あんまり溶かしすぎないようにしようか。あれはチャッカマンしていいのか。どうなんだ。中間ポイント見えたな。あの中間ポイントはぜひ取りたい。結構長いもんね、ここまで来るのに。チャッカマン、あはは、じゃねえんだよ。え、何があーなんだろう。上のドア入ってってみようか。何があーなんだろうね。あいつ何。ちょっと待って、中間ポイント取らせてよ。あ、なあ、うん、やっぱ無理か。どうにかして取れない。まあ中間ポイントなんていらないよ、僕。このまま先進めやねえか。せめて何かを見せてくれよ。こっちはセブンでパンツ見られてんだよ。マジで引きずってる。中間までが長いよ、お母ちゃん。本当に難しいこのコース。これはボム兵でブブって言われたから、このボム兵を何もしなければ中間ポイントが取れるっていうことなんじゃないかな。そういうことだ。何も来るな。あの下隠しブロックがあるんじゃないのか。どうだ、一旦安全な右から行ってみようか。いや、俺は見たか。もう3時間ぐらいやってゴールした時のおたけびなんよ、これ。じゃあここでメットをかぶっていく。さあドアに入っていこうか。残すは中間ポイント2とゴールだけだね。当たり前だそんなこと。ここは右に行って P スイッチ、メット持ってくんなって書いてる。え、このメットかぶること必須じゃなかった。で、これを叩いて右下のこの土管入っていこうか。多分青の土管を行くことが正解だと思うんだけど、こっちは死にたい系だ。絶対死にたい系だこれ。え、なんか面白そうな死にたい系だけど、なかなか来ないね、マリー。オッケー、こっから死にたい系開始か。え、何もないね、右下。じゃあこれを、いや結構余裕なんじゃない。え、僕相当死にたい系やってきてるけど、これは全然ぬるいよ。いや待って待って、もうちょっと難しい死体機を用意してきて欲しかったな。いや、こんくらいだったら余裕と思ったら。え、なに、え、なに、今度はこの下を避けながら、ちょっと待って、カッカッ飛んでしまった。いや、これは下を避けながら、このなんていうの、ビームに当たれっていう感じと思うんだけど、これは結構余裕でもないね。いや、たぶんってさ、どいてろって。悔しい。これあんまりジャンプしない方がいいね。このスターの下をくぐり抜けていく。そうすれば簡単にクリアできるっていうことか。知りたい救命士を食べるだー。あー、なるほどね。ここでメットをかぶってこの針に当たって先に進めっていうことだったのか。そしたらさ、トゲメットの方が取れるんでしょ。で、トゲメットを取って確か青の土管の方に入ればいい。これ上に上がんない？あ、パックンちゃんと倒してくれるね。この上すげえ怪しくない？ちょっと一旦壊していってみようか。そしたら、砲台が落ちてくるとかと、そんな感じではないね。じゃあ青の土管入っていきます。さあチェックポイント2は、この土管入るじゃん。で、出たらすぐにジャンプしてブラックパックンはかわせって感じだったよね。ここですぐにジャンプ、オッケー。さあこれ P スイッチは押さないで先に進もうか。くっそ、なんで賢くなってんだ、こんなにも綺麗。こんななんだろ、ガチだー。 P スイッチを叩いたらどうなるか気になんない？
ここ何年もトロールコースをやってきて分かったことがある。僕は上から何かが降ってくる系っていうのがすごく弱点なんだね、きっと。いや、マジで分かんない。上から降ってもうそういうのだって言ってんだよ、この坂だけ。今まで何回やられたと思ってんだ、いい加減にしてんか。どうした今日の俺。おかしい、頭バグってる、バグってる。みんな、僕はどうやったら萌え要素を出せるか教えてくんないかな。マジでちょっとさ、萌えキャラでいきたいなと思ってるんですよ、これ。取ってよかったかな。まあ、取らないとこの先進めないよね。で、当たるところもない。じゃあ、USA のまま進んでっていい。そして、ここは抜くのか、うん、左に投げようか、なんか怖いから。じゃあ一旦ここで当たっていく。そしてもう一回当たっていかなきゃいけないとかそういうことではないのか。何も来るなよ、ほら何もしないのか。じゃあ上に行く、左上でいいのか。このまま絶対右に行く。このブロック壊れると思うんだよな、ごめん、うん、なんだこれ。ここは左に隠しブロックがある。この辺は、この辺はないことから、ここからジャンプしていけばいい。そしてここもジャンプして右を失敗。さあ左に出て。オッケーオッケー、左じゃない、こっちは右なんだよ。そしてここのデガキノコは取っていいのかな。デガキノコ、うわ、また取れないよ。しゃがみジャンプで取れる。え、しゃがみジャンプで取れるってすごくない？初めて知ったんだけど、これみんな知ってた？じゃあここはデガキノコ取んなって書いてるな。え、当たるとことかあった？あ、でもここで小さく乗れるんじゃない？あ、ほらほらほら。で、あー、いや、チビにまでさしてくんないのかな。あ、チビになれた、なれた。え、これどっちが正解なの。え、親切設計なんだけど、一旦左の方行ってみようか。左の方どっかに入れませんね。ってことが広用心、確かこの辺でチビになれたよね。オッケーオッケー。そして赤の状態で土管に入っていく。そろそろチェックポイントにあってもいいと思ったらあったね。何が売ってくるんじゃないのか。何も来るな。オッケー、もう切ってしまえばこっちのもんだよ、中間ポイント。もう何も怖いもんとなんだよ、最初。なんかもうカミカミだな。大丈夫か。そしてここは USA を取っていく。そして雲を抜いて絶対左から来る。右か、そっちが正解なのか。どうなんだ。くそ、頼むって放題抜いてくる。もう USA だったら放題まで引き抜いて。いや、こっちはもしかしたら中間ポイント戻しとかそういうことなんじゃないのか。ラル、怪しい、すげえ怪しい。いや、中間ポイント戻しだけはせめて知りたい。球を、いやいや、でもさ、これずっと P になってる。もしかしたら救済措置があるないのか。ない。放題の使い方がうまいな、この人。クソ長いコースだと思いよったじゃんね。この中間ポイント2の全く意味なくない？こっから速攻でさ、チェックポイント戻しだったら。ここは左に行ったらダメ。だから、この場所で何もしないのが正解だったっけ？いや違う、一旦渡っていいのか。一旦渡ってこの場所で何もしなかったらいいとか、そんなんじゃなかった？それとも USA を取ってすぐ右上に行くのか。一旦右下行ってみる。何もないね。じゃあ USA を取って行くのか。どうなんだ。いや、声もっかい戻されるかもしれん。これ取ってすぐ右。いや、どのタイミング、え、マジでわかんねえんだけど。ここで雲を抜いて、ここ、あ、今だ、今、ここだ。やった、やった、これでゴールができるんだね。どうもありがとうございます。いやー、5万人の頃に本当にやっておけばよかった。すごく楽しいコースありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、1の1バッドイッツザステアケイズということで、いや、すごい珍しい1の1を見つけたんだけど、これを訳すと1の1、しかしそれは階段っていうことになるんですよ。ということは、あの有名なスーパーマリオブラザーズの1の1が全部階段状に作られてるってことだと思うんだよね。いや、これめっちゃ斬新じゃない？クリア率は高いんだけど、このコース気になったからやっていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 27.23%。 いや、僕ね、かなり1の1シリーズをやってきてるんだけど、こういうパターンは初めてだね。これ本当に1の1なのか。クリボーちゃん、クリボーちゃんはいるんだけど、俺なんか1の1の最初っぽいブロックだな。あ、本当だ。一応ね、作りは1の1っぽくなってるよ。ってことはさ、この土管4つ目も入れるのかな。1、2、
で下りもあんのね、上りだけじゃなく。そりゃそうだよな、ずっと上りだったらもうとんでもない高さになってしまうもんね。これが3個目、そして次は4個目。このクリボーの数もちゃんとやってんのかな。あ、4個目やっぱ入れるんだね。ってことは忠実に再現してるんだよ。そしてこっからもゴール前の土管に行けると思うんだけど、え、入れんくらい。あ、上の土管ね、この土管に入ればいいのか。入れんのかい。面白いことをやってくれるじゃねえか、制作者さんよ。じゃあここはどこの落とし穴だよそれ。一の一で、ね、なんかそんなところに行きアップとかあるんだね。これ確か1の1途中で隠し行きアップあるけど、これはどこなんだ。もうわけわかんないよ。あ、なんかこんな感じもあった。ここはアイテムでしょ。そしてスタートがどっかあったと思うんだけど、これ落ちるとかそんな。あ、ここ落としてくるんだね。スターもね、確かどっかあったんだよな。ニコのあのブロックのところ、確かそこがスター。あ、ここスターなんじゃない。多分そうだと思うよ。ノコノコちゃんもいんのね。どこのノコノコちゃんかわかんないけど、あ、ここにスターか。ってことはあの1の1であの部分と思う。どの部分だよ。わかんねえんだ。まあここまでアイテムを手にしたら多分クリアできるでしょう。そしてこのまま先行けば何もないだろうな。ドスンがいきなり落ちてくるとか、まあ、1の1をね忠実に再現してるんだったら何もないと思う。あ、なんかこんな感じもあったね。まあ、分かるかな。まあ、かなりね1の1を見てきてる方はどこの部分か分かる。これもうゴール前だよきっと。ここは確かコインだったような気がする。そしてゴール前はこの階段上でゴールっていうことか。いや、ゴール高いな。まあまあ楽しい珍しい位置の位置を見させていただきました。いや本当にすごいな。思いつきそうで思いつかない位置の位置だよね。まあ今日は一発マリオはなかったんだけど楽でしたね。めちゃめちゃ楽だった。あーね、コメントでたまには簡単なコースをしてくださいってあったから、こういうのもいいんじゃないんでしょうか。たまにはね。どうもご視聴ありがとうございます。ちょっと待った、最速が26秒以内だったよね。その26秒以内にこのコースをクリアして最速を取っていきたいと思います。いや、どうなんだろうね、26秒以内って難しいのかな。途中でさ、スターとかあったよね。そのスターとか取ってった方がいいのかな。確かこれだったよね、このスターを取って。いや、いけるぞ。あと何秒、あと7秒、どうなんだ。これ絶対行ったでしょ、最初に行ったんじゃない。ちょっと途中つまずいたけど多分行けるかもしれん。どうだ。一発、いやマジで一発だよこれ。めっちゃ上手くなかった。いや最速って気持ちいいね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。